ハワードとシービスケットチャールズ・スチュワート・ハワードは、アメリカ合衆国の自動車販売業者、及び場所。20世紀初頭のアメリカ西海岸側で、ビュイックの販売に成功し、巨万の富を得た。また、1930年代のアイドルホース、シービスケットの場所としても知られる。ジョージア州、マリエッタの出身で、若い頃は主にアメリカ東部で過ごした。 1898年の米西戦争の時期に、騎兵隊に志願しているが、赤痢のため戦地には一度も赴かぬまま退役している。除隊後は、ニューヨークで自転車修理校をはじめ、自身も自転車競技の大会に参加していた。ニューヨークで店を構え、妻、ファニー・メイトの間に二人の子供を設けていた、ハワードであったが、1903年に家族に、 すぐに呼び寄せるとだけ言って家を飛び出し、所持金たった21セントで大陸横断鉄道で西部のサンフランシスコに移り住んだ。そこで方々に借金をして自転車修理工場を開き新たな事業を始めた。この頃に西部にも発明されて間もない自動車が普及し始めたが当時の自動車はまだ高い襲い壊れやすい危ないと非常に評判が悪かった。 また壊れた際に持ち込むところもほとんどなかったため、似たような業種のハワードの自転車修理店に、自動車がよく持ち込まれていた。ハワードはこれを正気と考えて、デトロイトにある自動車メーカーの一つ、ビュイックオートモービルの社長ウィリアム・シー・デュラントに、面会し、ビュイックのサンフランシスコにおける独占販売権を手に入れた。依然として、自動車の評判は悪く、 入荷していた自動車も全く売れなかったが、1906年のサンフランシスコ大地震の際に手持ちの車を災害救助用に使わせると、その評判は覆り、その有用性を知らしめた。また自動車の性能が向上してくると、ハワードは自ら自動車に乗ってレースに参加するようになり、一般使用者のビューイックを買って様々な競争で価値を上げた。自身で、 自動車レースを取材することもあれば、優勝した際には新聞に全面広告を打つなど、マスコミを取り込んでの知名度向上を常に図り続けた。ほか、当時まだ主流であった馬車から自動車への転換を図りやすいように、馬の下取りにも応じていた。これらの手法によりハワードは西部に自動車を浸透させ、その売り上げを飛躍的に高めていった。 1909年には当時ゼネラルモーターズを創立していたデュラントより新たな車種、ブランドの独占販売権を与えられた一方でデュラントが事業に失敗した際に19万ドルを貸し、その代償として GM の株などを得ている。1908年当時にハワードは馬の時代は終わったと発言していたが、その言葉とは裏腹に牧場を持つことを夢見ていた。 西部で成功した後、ハワードはサンフランシスコの北にリジウッドランチという牧場を開設し、そこに多数の牛馬を取り揃えた。後にこの牧場は、ハワードの競争馬をつなぎようする場所ともなった。1930年代に入ると、ハワードは競馬にのめり込むようになっていった。最初に競争馬を購入したのは、 メキシコのティフアナでのことで、買った馬も低級なものばかりであった。1934年にカリフォルニア州が、競馬の再開を許可すると、チャールズ・ストラブという投資家が、サンターニタ・パーク競馬場の開設を目的として、ハワードに投資を依頼、これを受諾した。当時すでに知人のジョージ・ジャン・イーニや、ビング・クロスビーラーに、競馬への本格的な参加を誘われていたハワードは、 競馬場解説を機に、バスター・ミラリックという若手の調教師を雇って、ベイメドーズ競馬場に厩舎を設けさせた。1935年、ハワードは、ロバート・トーマス・スミス調教師を雇い、同志に当時下級条件場であった、シービスケットを発掘させた。シービスケットは、スミスの調教科で活躍場に変貌を遂げ、西海岸から東海岸まで、 各地の競争で優勝を挙げた。アイドルホースの場所として、ハワードの知名度も全国的なものとなった。1939年には、西海岸最大の競争であるサンターニトハンデキャップをカヤックで優勝し、翌年にはシービスケットでまた制覇している。シービスケットが引退し、またスミスとも契約を打ち切った以後も、 ハワードは競争馬を持って競馬に関わり続けた。それ以後に手に入れた代表的にな馬に、イギリス産の競争馬ヌアがおり、同馬は三冠馬を、通算2頭を破る快挙を挙げて、後年殿堂入りを果たしている。またシービスケットの産区に強い愛着を持ち、そのほとんどを所有していた。愛着が強い、あまりに成績の出ない馬でもなかなか売り払うことが、 できず、中には周囲に説得されて売ったのだが、後になって、こっそり買い戻したこともあった。勝負服は、紅白の染め分け棒、上着は赤字に白袖で、銅には、白抜きの逆三角形と H の字が描かれたものを、使用していた。メンコも、同様に、赤字に、白抜き逆三角、H 字入りのもので、ービスケットの競争写真に見られる。 主な所有場ハワードは、西部でも、有数の資産家として、そこで様々な投資や寄付を行っていった。1924年には、チャールズ・スチュワート・ハワード基金を創設し、結核やリウマチに悩む、子供らの援助を行っていた。1926年に、ハワードの産卵であるフランクが、リッジウッドランチで事故に遭い、医師の手当が遅れたことにより死亡すると、 その他向けとして、フランク・アール・ハワード記念病院を現地に開設している。また海洋探検もしばしば行い、建造したヨットに科学者らと共に乗っては、ガラパゴス諸島などに出て、新種の発見に立ち会っていた。老後もハワードは馬に関わり続け、馬と共に家族でピクニックに出ては、家族の写真を撮りためて知人に送っていたという。 ハワードの写真で最も晩年のものは、ウィナーズサークルに立っているものであったが、それより後は、体力的に競馬場のスタンドに入るのも辛く、持ち馬の競争の時には、競馬場の外から、カーラジオで実況を聞いていたという。ことあるごとに、マスコミと親密にしていた、ハワードであったが、年老いていくにつれて、次第に、メディアに露出しにくくなっていった。 1947年にシービスケットが休止すると、それを、大々的には報道せず、またその意外を、リッジウッドランチのどこか秘密の場所に収めるという、とても質素な葬儀を行っている。それから3年後の1950年6月6日、ハワードは、心臓発作により73歳で死亡、カリフォルニアのサイプレスローン記念公園に埋葬された。ハワードの父、 ロバート・スチュワートは、カナダ出身の資産家であったが、スキャンダルにより、名声を失墜、以後は名字をハワードに改め、アメリカ東海岸のホテルを点々と過ごした。ハワードは父を反面教師として捉え、名声の意義をよく理解したという。ハワードは、ニューヨーク在住時代に、ファニー名という妻と結婚し、後に西部に呼び寄せている。 しかし1926年にリッジウッドランチで三何のフランクが事故死すると、その夫婦仲は急激に冷めていった。その後ハワードはティフアナでマーセラ・ザバラという女性と恋に落ち、ファニーと離婚してこれと結婚した。マーセラは女人近世の場所でも恐れず毅然と立ち入るような人物で、その勇気はハワードをはじめとして様々な相手から評価され、 ハワードと共に性望を高めた。ハワードには子供が3人おり、いずれもファニーとの間に設けられた子供である。そのうちのチャールズ・ハワード・ジュニアとリンジー・ハワードはポロの選手となり、後に世界的に名を馳せている。またリンジーはビングクロスビートも信仰を持ち、共同で牧場を設営し、アルゼンチンなどから馬を輸入してはアメリカで競争させていた。 インジーの牧場は、リッジウッドランチが解散した後に、そこで、つなぎようされていた馬のいくらかを引き取っているが、同牧場も、クロスビーの金銭トラブルが元で後に解散している。ありがとうございます。